ジョシュア・ジャクソンはカナダの俳優、ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー出身。父・ジョンはテキサス出身のアメリカ人、母・フィオナはアイルランド人でキャスティングディレクターであった。カナダのバンクーバーで生まれ、3歳の時に父親の仕事で米カリフォルニア州に移り、ドパンガ・キャニオンで暮らす。8歳までカリフォルニアで育ち、その後シアトル、バンクーバーへと移る。 14歳の時に、とべなや昼に出演し、以降シリーズ全作に出演。1999年からは、テレビドラマ、ドーソンズ・クリークに出演し、ペーシー役で好評を博した。ドーソンズ・クリーク終了後は映画に進出するも、低迷期が続くが、2008年、フリンジ、フリンジで、テレビドラマに復帰し、再び脚光を浴びる。ドーソンズ・クリーク出演当時、 共演者であるケイティ・ホームズと交際していたが、番組終了時にはすでに破局、ホームズはジャクソンが初恋の相手だったと語っている。破局後、ホームズと連絡を取り合うことは全くなかったが、ホームズがトム・クルーズとの離婚が成立した後に、ジャクソンに電話をかけてきて古い友人として和やかに会話したことを、ジャクソンは出演したトーク番組で明かしている。2006年から、 ドイツ出身の女優ダイアン・クルーガーと10年にわたり、交際するも2016年7月に円満破局。2018年から女優ジョディターナースミスと交際を、はじめ、2019年に結婚。2020年に第一子となる女児が誕生している。ありがとうございます。